皆さん、こんにちは。皆さんは俳優の赤木啓一郎さんという方をご存知でしょうか。トニーという愛称で知られ、かつては俳優や歌手として活躍されていた方でしたが、1961年2月21日にお亡くなりになりました。ネット上で赤木啓一郎と検索すると、子供や息子というサジェストワードが表示されます。今回は赤木啓一郎さんの死因、嫁、子供の現在について紹介します。1939年に赤木啓一郎さんは歯科医をする家庭のもとに生まれました。出世は東京都ですが、神奈川県鎌倉市に疎開し、藤沢市に移り住みました。そのため中学校は初めに通っていた栄光学園中学校から藤沢市立鵠沼中学校に転校しているようです。中学校卒業後は神奈川県立鎌倉高等学校に進学し、東京都世田谷区にある私立大学の成城大学に入学しています。赤木啓一郎さんがは19歳の時、日活株式会社という映画制作会社に入社し、石原裕次郎さんが主演を務めた紅の翼にエキストラとして出演したことがきっかけで芸能界デビューしました。この作品には本名である赤塚千佳弘という名義で出演していました。当時は珍しかったくっきりとした目鼻立ちの西洋的な顔から人気を得て、エキストラとして出演した後にどんどん作品に出演するようになりました。デビューした翌年の1959年、すっぱだかの年齢で初主演を果たします。デビューからわずか1年で主役レベルの俳優まで上り詰めました。当時その人気はとてつもなく、トニーという愛称でどんどん名を広めていきました。ちなみにトニーという愛称は、当時人気のあったハリウッドスターのトニー・カーティスに似ていると言われていたことから名付けられました。赤木さんは俳優として活躍する一方で歌手としても活動していました。無敵が俺を呼んでいるなど全25曲をリリースし、どの作品もヒットしました。順調にスターへの道を歩んでいた中、1961年2月21日に突然の別れが訪れます。当初石原裕次郎さんが出演するはずだった映画激流に生きる男に怪我をしたことによって出演できなくなり、代役として赤木さんが抜擢されました。赤木さんはその映画の撮影の休憩時にセールスの方が持ってきたゴーカートを日活撮影所内で運転していました。赤木さんは左カーブを曲がる際にブレーキとアクセルを踏み違えて、時速60キロ以上というかなり速いスピードで大道具倉庫のてっぴに激突してしまったのです。意識不明の重体となり緊急搬送されます。一度は意識が戻ったものの、再び昏睡状態になります。無事に戻ってくることを願っていましたが、それから回復することはなく、2月21日の午前7時50分に前頭骨亀裂骨折に伴う硬膜下出血のために急死しました。赤木さんは俳優歴3年ほどでしたが、人気はすごいものだったので日本中が驚きと悲しみで包まれました。赤木さんは21歳という若さで亡くなられましたが、そのハンサムな顔立ちから生前は数多くの女性ファンがいました。しかし本人が非常にシャイな性格だったことから、特定の女性と交際や熱愛が噂されたことはありませんでした。ただ愛し合っていた方はいたようです。その相手というのが女性ではなく、あの美輪明宏さんだったのです。美輪さんは男性でありながらも女性のように色気がある方なので、惚れてしまうのもわからなくはないですね。実際に恋多き男と言われており、赤木さんだけではなく様々な俳優たちと恋愛関係にあったと言われているようでした。恋愛関係であったことを、赤木さんがお亡くなりになってから約7年後に美輪さん本人が雑誌で告白しました。当時は関係を隠しており、こうになることを恐れて赤木さんの葬式には顔を出すことはなかったといいます。突然すぎる死に美輪さんは代表曲である愛の讃歌を歌えなくなるほどの心の痛みだったと語っていました。二人の馴れ初めについて明確な情報はありませんでした。しかし噂によると、わずか1年ほどで破局することになったと言われています。出会った時期は1960年前後だったと推測されます。お二人とも芸能界の方ですので、出会いは作品での共演か芸能関係者の紹介だったと思われます。ちなみに美輪さんは1935年5月15日生まれなので、赤木さんよりも4歳年上になるようです。美輪さんとの関係以外に交際や熱愛を噂されたことがないため、赤木さんは未婚
独身だったと考えられます。またネット上で赤木圭一郎と検索すると子供や息子というサジェストワードが表示されますが、子供がいるというような事実は一切ありません。赤木さんに子供はいませんが妹はいるようです。名前は赤塚ゆりさんといい、赤木さんが亡くなった後に歌手としてデビューしています。赤木さんの一周忌をきっかけに歌手デビューしますが、赤木さんのように人気になることはなく芸能界から姿を消しました。その後は赤木さんと恋人関係だった美和さんの付き人になったと言われています。赤木さんについてネット上では、高橋義明もそうだけど才能ある人ほど創生してしまう、赤木圭一郎が生きてたら間違いなく芸能界の勢力図は変わってたよなど、赤木さんの死を悲しむ声が多くありました。赤木さんは現在もファンの中に生き続け、2019年7月に生誕80周年を記念してポスター集赤木圭一郎は生きているが刊行されました。そしてポスター集刊行を記念して7月12日から16日の5日間、横浜市にある港南区民文化センターのひまわりの里ギャラリーで大ポスター展も開催されました。赤木さんは俳優として3年ほどしか活動できませんでしたが、エキストラ出演した作品も含めるとなんと4軸4本も出演しており、ポスターだけでも約120点にまで及ぶそうです。ただこのポスター展に展示してあるポスターは全て赤木さんが写っているというわけではなく、主演の俳優がメインで写っていて、赤木圭一郎という名前だけというものもあったようです。他にも赤木圭一郎を偲ぶ会という交流会が開かれ、定期的にファンが集まり交流を重ねているようです。年月が経ってもなおファンの心の中から赤木さんがいなくなることはないようですね。いかがでしたか。今回は赤木圭一郎さんの死因、嫁、子供の現在について紹介しました。赤木さんはデビュー当初から活躍しており、トニーという愛称で人気を博していました。人気絶頂の中、ブレーキとアクセルを踏み違えて時速60キロ以上というかなり速いスピードで大道具倉庫のてっぴに激突してしまい、前頭骨亀裂骨折に伴う硬膜下出血で亡くなられました。赤木さんは特定の女性と交際や熱愛が報道されたことはありませんでしたが、美輪明宏さんとは愛し合っていたようです。突然の死に美輪さんは愛の讃歌を歌えなくなるほどの心の痛みだったと語っていました。赤木さんに奥さん、子供はいませんでした。現在も赤木圭一郎を偲ぶ会という交流会が開かれたり、ポスター展が開催されたり、多くの方から愛され続けています。赤木さんの偉大さがわかりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。